今日皆さんがやっていただいたように歯を観察する、目で観察する。でそれも実験ですよね。でスケッチをしたりとか、あと目に見えないものは顕微鏡を使って観察もしますね。これももちろん実験ですけれども、コンピューターを使った実験っていうのも行います。で僕ちょっと試しにやってみたんで紹介しますけど、こういうねコンピューター上でね葉っぱを作りました。でこれね、なんでこんなわざわざパソコンの中で実験するのかっていうのが、ね、大事な今日お伝えしたいんですけども、だって本物の葉っぱが手元にあるのになんでコンピューターでわざわざやるのかっていうのが、ね、ポイントなんですよ。皆さんが手に取れる葉っぱっていうのは長い進化の歴史の中でたまたま生き残った優秀な葉っぱだけなんですよ。だからすごいね狭いんです、その葉っぱの種類としてはね。でそれだけを見てその自然科学の法則を見つけてしまってもちょっと信頼性がね足りないんですね。シミュレーションのいいところは、その過去に絶滅したかもしれないそのダメな葉っぱも作ることができるんですね。でそれから100年後1000年後に現れるかもしれないめちゃくちゃ優秀な未来の葉っぱも作ることができるんです。それ全部葉っぱをコンピューター上に作って全部で実験をする。でそこで見出されたその共通の法則っていうのは、まさに自然科学のそのまあ共通の法則、普遍の真理なんですよね。研究者ってのはそれを見つけようとしてるんで、だから目に今見える実際に手に取れるものだけじゃなくて架空の生物みたいなのを作って実験するというのが大事なんです。 OK。